皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、生徒さんに愛される先生は、予想できないあと一歩ができる人、教室リピートの極意についてお伝えしていきたいと思います。リピートされる教室っていうのは、まあ、基本的には生徒さんに愛されている先生が多いんですけれども、生徒さんに愛されるっていうことはどういうことかっていうと、その先生自体が生徒さんが予想していない愛を分け与えてるから、その生徒さんにその先生は愛されているっていう、まあ、よくいわゆる一般的に言われる与える人っていう、まあ、そういう言葉がしっくりくるのかもしれませんけれども、この与える内容っていうのが予想値を超えてくると、驚かれるっていうか、まあ感謝されるというか、ファンになっちゃうっていうか、まあ、そのあたりになるので、その来てくださる方をどこまで思いやることができるか、自分都合だけで考えないでやっていくことができるか、このあたりをですね、考察をしていきたいなというふうに思っていますので、実際に具体的にどういう生徒さんの例があるか、生徒さんというかクライアントさんですね、私自身の例も含めてちょっとお話をしていきたいというふうに思ってます。まずですね、予想ができないっていうことが、どういうことかっていうのを先にちょっと解説したいんですけど、予想ができないことっていうのはギャップっていうことになります。要はここまでと思ってたのが、そこまでしてくれるのっていう、よくね、ギャップ萌えっていう言葉ありますけれどもね、この人がそんなことをしてくれるのみたいな、そのギャップとかってあるじゃないですか。ギャップ理論とかっていう言葉もあったかな。で、これっていうのは、じゃあ例えば外見ベースで言うと、すごいこうどう見てもいつも男っぽいパンツスーツしか着てないのに、なんかのパーティーの時にすごい綺麗なドレスを着て髪の毛をアップにしたら、全然違う人に見えて男の人にモテまくったとかね、そういう話とかもなんかよくある話じゃないですか。で、逆にどうなんだろうな、私とかもその系になるのかもしれないですけど、普段こう割とファッショナブルなね格好してるじゃないですか。で、着たくはないけど、例えば、横に日本線が入ったようなジャージを着るとかですね、ヤンクミとかそうですよね、極戦のヤンクミとか、ね、組長、ヤクザの組長の娘さんが教師もやっててみたいな感じ、教師やってる時には、ね、眼鏡かけて、中間みゆきさんでしたか、眼鏡かけてこう束ねた長い髪の毛一つにしてますけど、ね、ちょっとこう生徒さんの悪い子を締める時にはパサッと髪の毛取って眼鏡を取ってやると、すごい美人のね、怖い組長で話し方も変わるみたいな、あれもギャップですよね。要は人が想像できる範疇だと感動とか驚きもないけれども、想像できる範疇を超えていった場合には驚きになり感動になり、まあそれがファン化する一つの大きな要因になっていくっていう、まあそんな形ですね。で、教室業もそれができている先生、自然になんですけどね、自然にできている先生とそうでない先生とは、おそらく長く続く生徒さんがいるかいないかっていうところの大きな差に多分なってくる、今後はですね。なぜならば、人は知識欲を満たす話っていうのは、今特に YouTube とかもすごくいろんな無償でいろんなものが上がってますからね、そこにそんなに価値を感じる人が少なくなってきていて、体験できることであったりとか、感情的に共感できるものであったりとか、そういう楽しさとか喜びに、まあ、お金を払うみたいな、ケースが多いと思っています。なので、これからの、教室運営ないしはサービス業っていうのは、思っているラインを超えていくっていうことが、一つファン化になる大きな、心が動くギャップの部分での要因になるかなっていうふうに思っているんですよね。
で、私のクライアントさんで非常にお客様に、支持されているというか、お客様の方が多分年齢層が高くて、その方自身は年齢が若いので、上のお姉様方にこう可愛がられながら、キャラクターがね、とても明るい方で、可愛がられながらやってる方とかいらっしゃるんですけれども、その方っていうのはもう本当にお客様の、ことをよく見ていてですね、一つの言葉からとかでも、予測をして、その人が喜ぶようなことをしてあげることができるタイプの人なんですよね。例えば何か何気ないお客さんがそのレッスンの中で言った会話を覚えといて、でそれをお客様が帰った後にコメントで動画をつけて解説をしたりとか、レッスンの今日のレッスンでのその人にとって必要な学びとポイントをお一人お一人にね、お答えしているっていうのを聞いた時に、私も体験会とか新規の方の、お問い合わせ云々っていうところでですね、動画を撮ってお答えするっていうのは普通にやってたんですけど、毎回のレッスンで一人一人にまではねやってなかったんで、それはやっぱりお客様ね喜びますよね。私のことをそこまで見てくれてるんだとか、あとは何気なくこうレッスンの中で言ったこう疑問みたいな、これってどうなんだろうねみたいなことを仮に言ったのが、愚痴じゃないけれども、ただ単に思ったこと、先生に対して質問っていうんじゃなくて、単に思ったことを口走っただけのことでもちゃんと覚えていて、でそれに対していい対処法とかを答えてくれるとかっていう、その見てくれてるんだっていうことに対してやっぱギャップと、あと感謝が生まれるかなというふうに考えてるんですね。これ特に女性の場合には、この辺りの気遣いができる人とできない人っていうのは、何人も先生見てます、私。何人っていう、本当に500人とかそれぐらい見てるんですけど。その気遣いができる方っていうのは間違いなく生徒さんに愛されてて好かれてる先生だから長く続きますし、先生が仮に何かピンチに陥った時とかでも生徒さんが逆に動いてくれたりとかする。これは多分男性で自宅教室っていうのもあまりないし、塾とかちょっと大きめのところではあまりない絵かな、自宅教室ならではの絵かもしれません。コミュニティ化ですね。家族に近いのかもしれませんけれども、それぐらい何て言うんですかね、女性って献身的な部分もあるから、そのコミュニティの中での意図がね、きちんとつながる先生に対しては、先生自身も無償の奉仕みたいな気持ちでこういろんなものを与えるっていうこともあると同時に、その生徒さんからもそういう愛を受け取れるっていう、愛の教室みたいな、私の口から愛っていうのもなんだかねちょっとねこっぱずかしいんですけれども、これは感じている事実ですね。愛ある先生の教室は間違いなくリピートも多いですし、長く続く先生が多いし、そもそも、習いに行くそのものもそうなんでしょうけど、その場所に行くっていうことに価値を求めている方が多いなというふうに感じているんですね。そうすると、どう言えばいいんだろうな。当然その新規集客っていうのももちろんしていくにしてもですね、リピートの硬いところがあるので、そこが読み込みができている上で新規集客をするから、そんなに焦ったりとかそんなアクセクしてる雰囲気がないので、余計に余裕があるので通う方とかも追い詰められ感がなく、いつでもどうぞみたいなこうふわっとした感じで受け止めてもらえるような感じがあるので、安心して通えるっていうのもあるから好循環になるんですよね。で、逆に悪い例を言うと悪循環っていう例はどういう感じかっていうと、集客ができていない、気持ちが焦る、自分の都合を生徒さんに押し付ける、生徒さんが嫌になる、後ろに引く、そしていなくなるみたいな、そしてまた人がいなくなるから余計に焦る、逃げようとすると囲い込もうとするとかね、そういう図が
見えてしまうので、当然集客ができてない時っていうのは焦る気持ちが起こるのはわかるんですけれども、タイミングっていうのがやっぱりねありますから、ちょうど生徒さんが来れないようなタイミングとか重なっちゃう時とかは、当然新規集客が止まる時があるので、止まる時には逆に普段できなかったこととか整備していかなきゃいけないウェブサイトの整理であったりとか、ブログをもうちょっと多く書こうとか、インスタ上げましょうとか、動画を頑張るとか、今までチャレンジしてなかったことをチャレンジする時間ができるはずなので、それでその先の集客につなげるっていう、それをやっていただくといいかなと思うんですね。ただ連続的にこう人が来る形が当たり前のように作られている教室の場合には、その労力が必要にないので、その分また今来てる方に愛を注いだりとかですね、感じることをお伝えしてあげたりとかっていうことができるので、ますますいい教室、先生大好きみたいな教室が育っていくので、まあ、今後ですね、おそらく二極化していくかなっていうのと、予想できる範疇を超えていくっていうことがどこまでできるかっていうのを一回考えてみるっていう必要が多分ありますね。予想できちゃうと感動はしないですからね、あまりね。予想できないことをしてくれるサプライズに近いからやっぱ喜びがある。これはまあ男女のお付き合いの関係においてもね、男性が、まあ、いつでも同じようなねクオリティで彼女を喜ばせるっていうのは難しいのかもしれないですけれども、だからこそ最初頑張りすぎない方がいいんですよね。頑張りすぎちゃうとクオリティって下がるだけじゃないですか。だから基本ありのまま素直な状態で理解してもらえる人とやっぱり付き合うっていうのが基本いいなというふうに思っていて、何ですかね、そこがいい、かっこいい状態を見せようとすると、それを保っていくのが辛くなるし、あとは落ちていくだけになるので、これは教室運営のまあ発信の方でも同じことが言えて、飾った自分とかかっこいい自分を見せようとすると SNS 疲れっていうのになってしまったりとかもするので、自分の思いとかそのままで共感してくれる人を集めていくっていうふうにすると、まあ裏表がない状態で運営していくことになるので、それを理解するファンになるような人が集まってきます。ただここで一つ注意しなくてはいけないのはですね、来る方っていうのは、自分が主でいたいわけですよね。だから、先生の都合を押し付けてはいけないということになります。お客様なので、何でもへいこら言うこと聞けっていうことじゃなくてですね、その方の望みは何なんだろう、どういうふうにしてあげたら嬉しいんだろうっていう、これを察知して先回りして提供できる、これがね結構大事ですね。先回りなんですよ。言われることやる分には別に普通なんだけど、言われてないけどこれ嬉しいよねっていうのはもう人間に興味がないとできないですね、おそらく。人とか自分の方に興味が向いちゃってたり、自分の講座を作ることだったり、まあこれだから職人さんに多いんですけど、講座を作ることの方にどっちかっていうと興味が向いちゃってる人はお客様の方あんまり見れないので、ファンが作りにくいです。ファンが作りにくいっていうことは結果としてリピートが続いていかないので、毎回新規を集め続けないといけない。だからまあ結論としては、人に興味を持つ、要はお客様の言動の端々から何を求めているのかっていうことを知るということが、まあ、必要になってくるかなっていうふうに思います。ですので、まとめますと、生徒さんに愛される先生には予想できないあと一歩、予想できないあと一歩ができる人ということで、予想できないあと一歩っていうのはギャップを超えるということになります。こう来るかなって思うものをさらに超えたいい状態を提供する、これを常に心がけていると、何も言わなくても自然とリピートしたりとか紹介してもらえる、そんな先生になっていきますので、よく観察をして何が
嬉しいのかなっていうのを考えながらサービスを作っていく、提供していく、そんな癖をつけてみていただければと思います。それでは。